つなぐまさにオフィシャルサポーター、本当に架け橋に今回なってくれました。これからの夢ってありますか？私はまずはハワイが大好きなんですね、はい、でその中でいろんなつながりとかご縁っていうのが日々こうあるんですけども、それを生かしてですね、ハワイにないものを日本から持ってきて、日本にないものをハワイに持ってきてっていう、こうその、架け橋となれる存在になれたらなと思うのと、私の夢はハワイにお家を持つこと、ハワイに住みたいなって、だからすごく羨ましいです。そうなんですか。それぐらい大好き。